こちらはまずは昨日衝撃が走った大晦日、ライジンとベラトールの対抗戦ですね。ベラトール側からはパトリシオ・ピットブル選手に AJ マッキー選手、ファン・アーチュレッタ選手になんと我らの堀口恭司選手の参戦がほのめかされていたんですが、スコット・コーカーの方からはもうそのようなツイートが正式にありましたので、これはもう決まりでいいんじゃないかなというふうに思います。六本木ヒルズアリーナでの記者会見になるとも書かれておりますね。その中でファン・アーチュレッタ選手すでに成田空港に到着しているようで、自身の写真とともに戦いを選ぶためにここにとコメントをつけてインスタに投稿しております。そしてですね、朝倉海選手が昨日出したサッタリ選手とのコラボ動画の中では、サッタリ選手は12月に試合が決まりそうで、僕ももしかしたら12月に試合があるかもしれませんと軽い匂わせもありました。大晦日の朝倉海選手勝てない説をぜひ覆してほしいですね。そして11月頭にアメリカでの試合が決まっている新龍誠選手が、ライジンの明日6時より記者会見やりますツイートを引用リツイートして、まずはしっかり勝つ炎の絵文字と意味深投稿。11月の試合にまずはしっかり勝って、その後はこっちとも読み取れるような。この間新龍誠選手のマネジメントもしている周平田さんが大沢健二さんとの会話の中で、新龍くん11月アメリカでフィニッシュして勝ったら UFC 決定ですかとの質問に、11月の試合は大晦日に間に合うように組んでいる、大晦日堀口恭司選手とでもやれるって話があったら正直迷いますよねと言っていて、なんで UFC の話をしているのに急に脈絡なくいきなり大晦日堀口恭司選手の話を出すんだろうと思っていたんですが、私の中ではつながりました。こちらの話がすでに来ていたんじゃないかなというふうに。そして大久保博正選手もフライ級転向を発表しましたが、その理由について自身の YouTube でこのように語ってくれております。これはオギチャンネルから今後についてというタイトルで出ているものになりますね。最初から行かせていただきますと、まずキム・スーチョル選手との激闘で負った怪我については、表面の怪我は 100% 治った、鼻のあたりの麻痺は少し残っているがもうかなり回復してきていると元気そうです。そして当初描いていた青写真通り行かず、キム・スーチョルに負けてしまったので、いい形で大晦日につなげるという計画が白紙になってしまい、2週間ほど道に迷ったとあります。そしてこれはキム・スーチョル選手と戦う前から思っていたことらしいのですが、適正階級について考えていて、バンタムでやっていたのは堀口恭司選手がいたのが大きかったが、ベラトールで堀口選手が連敗する姿なども見る中で、世界で戦っていくには自分はフライ級だよなと考えることが多くなっていった。今回キム・スーチョル選手と戦ってみても、相手はフェザーから落としてバンタムでやってる選手で、入ったと思ったパンチでもすぐ回復してきたし、自分が世界で戦っていくにはフライがいいと強く感じた。なので一度バンタム級は卒業してフライ級で戦っていこうかなというふうに考えています、そういうふうに決めましたねと。なのでもうこれは迷ってるとかではなく決定事項としてということですね。そしてタフでもやってたのはフライ級だし、シュートでもフライ級のチャンピオンだったので、一番力を出せる階級、世界で UFC チャンピオンを取れるのはここ、ただ UFC では人気がない階級だが、堀口選手も転向すると言っていたし、ここで俺もフライに落とし、まずはライジンの中でフライ級を盛り上げて、いずれは世界中のフライ級の選手がライジンに集まり、フライ級ナンバーワンといえばライジンと思われるようにしていきたいです。最後と言ったらおかしいが、35歳、これが自分の使命だと考えている。ライジン初でベラトールにも新設されたり、 UFC でもより盛り上がってくれればいいと思っているということでした。で、大晦日には出たいという意欲もあるともおっしゃっておりました。ということで、キム・スーチョル選手に勝ったらこうしようと思っていた計画が白紙になったとあるので、堀口恭司選手との試合が流れたというふうにも捉えられますよね。そしてさらにその後に堀口選手もフライ級転向すると言っていたので、俺もフライに落としとあるので、これは一度なくなったけどまだ諦めてないよって意味なんじゃないでしょうか。というわけで、私は今回新龍誠選手が11月の試合に勝ったとするならば、新龍誠選手 vs 堀口恭司選手かなと。ああ、でもその試合勝ったら周平田さんその場ですぐ UFC に電話して
契約決めろって詰め寄るつもりだって言ってたんで、じゃあそこで契約が決まらなかったら、フィニッシュしなかったら決まらないって言ってたんで、決まらなかったら VS 新龍誠選手になって、新龍誠選手に断られたら及久保博正選手になるのかなと、ちょっと後半ゆるゆるになってしまいましたが、そのような予測に私はさせていただきます。そしてこちらはアマンダ・ヌネス選手に負けるまで13年間以上無敗だった絶対女王の、現在ではベラトールの女子フェザー級チャンピオン、クリス・サイボーグ選手。こちらもライジンの明日記者会見やります告知ツイートを引用リツイートして、さらにそこに以前から対戦を望んでいるキング・レーナー選手の写真を貼り、さらなる対戦要求をしておりました。これね、誰だっけな、クリス・サイボーグ選手の友人にキング・レーナー選手が過去勝利して、クリス・サイボーグ選手はずっとリベンジしたいとの気持ちがあるんですよね。なので今回ベラトールとの対抗戦5対5マッチで、ベラトールの最後の一人、まだ発表されていないので、まさかのこのカードでも、佐伯代表が少し前に実際に組まれてやったらすぐキング・レーナーボコられて終わるとは言っておりました。でフライ級といえば、今ディープでフライ級グランプリやってますよね。その抽選会がこの間行われまして、1回戦は終わって2回戦の組み合わせですね。全員ズームでのやり取りで、組み合わせは宇田優斗選手 VS 村本雄太郎選手、ビョン・ジェウン選手 VS 伊藤佑樹選手、本田亮介選手 VS 松葉隆選手、福田龍也選手 VS アダニア智弘選手に決定しまして、これは12月11日ですね。でそれはいいんですが、絶対にふざけるマンこと松葉隆選手がその場で、僕は1回戦不戦勝で勝ち上がってダメージもないので、せめて必殺技をフェアに戦うためにこれから皆さんに発表します、電光石火のものになりますとしまして、教えてくれたのが出会って4秒で合体というもので、すぐ入れます、気づいたら入ってます、はめてるのかはめられてるのか、その緊張感楽しみましょうということで、失笑する選手と爆笑する選手がいて、対戦する本田亮介選手はよろしくお願いしますと。これがフライ級の洗礼ですよ、小木ちゃん。というか小木ちゃんも堀内選手も元フライ級か。フライ級、それは恐ろしい階級ですね。キーワードは4秒となります。続きまして、こちらは大会の後のお楽しみ、青木真也選手のトースポウェブさんでの連載になります。ライジン39の総括ですね。超要約で、まずクレベル小池選手については、今回はすごく良かった、引き込むだけじゃなく自らテイクダウンもし、打撃も打ち合って圧をかけて勝利した、柔術家からプロのファイターになったと認めざるを得ないと珍しく絶賛。さらに、こうなるとまだ強くなる、ここ 2,3 年がピークになりそう、年齢は関係ない、多分一生懸命に取り組んでいるんだと思うと。さっき絶賛と言いましたが、青木真也選手はいい時も悪い時も見たままを言ってるんでしょうね。そして一緒に練習していた牛久潤太郎選手については、頑張った、やってきたこととやれることを全部やったと思うとし、最後に決められた三角については、スパーリングであの形になることがたびたびあったが、あくまでもアクシデントでなる形なので重要視していなかったので、そこが悔やまれる、しかし次につながる、なので再戦を目指して頑張ってほしい、諦めるような負け方ではないとエール。しかし塩漬けしきって判定勝ち、その勝利をさらに喜んでいた八千代介選手については、勝つだとしまして、グスタボ戦より評価を落とした、あれで喜んでいたらアマチュア、プロなんだから勝った負けたよりバリュー、評価の価値の方ですね、その価値を取りに行く方が大事、自分自身の価値を上げに行かなきゃいけなかった、だからあれは決めに行かないとダメ、俺なら行くと、ここは愛の無知か。そしてこの件に関して、北京オリンピック柔道金メダリストの石井聡選手は、いつも石井聡選手もしょっぱい試合をするんですが、しかしそこがいいと青木真也選手からお褒めの言葉をいただいておりますので、八千くん、会場から塩で褒められるようにならなきゃダメだとツイートしております。そして須田竜剛選手については、八千があまりにしょっぱかったのでよりよく感じられたとし、梅野源氏選手についてはいくらなんでも短すぎる、肘もないし仕事をしろ、
あれであそこまで喜べるのはさすがだということで、今回はそのように終始声をしゃがれさせていたようです。青木真也選手の言葉には力がありますね。そして同じくトースポウェブさんが榊原社長にもインタビューしてくれておりまして、こちらはアントニオ猪木さんについてで、まず今回の大会の中で追悼の10カウントがなかったのは、個人的な思いも含めてすごい近い存在だと思っている、ただライジンで言うとオフィシャルに関わっていただいたことがないのでおこがましいと思ったからと。しかしアントニオ猪木さんのマネジメント会社と現在話し合いを進めていて、大晦日に向けてライジンの舞台で猪木さんに向けたレクイエムのようなプロレスを行うという構想を現在準備中のようで、猪木さんゆかりの選手たちによるタッグマッチとか何かしらで猪木さんへの思いをリングで表現できればいいと考えているようです。しかしプロレス好きで知られるジャン斉藤さんは、今の MMA ファンがプロレスを楽しめるかどうかは結構不安とツイート。関根シュレック秀樹選手は、ライジンでのアントニオ猪木追悼試合は異種格闘技戦を希望とツイートしております。これでも1年ちょっとぐらい前に引退しているメンバーでのディープでの2対2のグラップリングマッチってあったんですね。ジョビンさんに横田和則代表、石渡塾長の先輩広田水人さんに元 UFC ファイターの菊野さんという超豪華メンバーで、でも正直グラップリングの2対2とか言われてもピンとこないじゃないですか。しかもジョビンさんも横田代表もまだ今ほど SNS では知られてなくて、でもこれがめちゃめちゃ面白くて、ジョビンさんは試合前からきっちり横田代表を煽って、当時多分ガチで嫌いみたいなずっと言ってて、で試合始まってグラップリングなのにジョビンさんが横田代表のツルツル頭をペシペシ叩いたり、レフェリーが止めに入ってるのにジョビンさんはちょっと待って今そういうんじゃないからとかチャラけ出したり、禁断の2対1になったり、最後3対1でジョビンさんがやられたりと、これが本当面白くてですね。なので私たちが知ってるファイターが個性を生かしてプロレスをやれば、多分受け入れられるものは作れるんじゃないかなというふうに私は思います。あとはセンスなだけで、プロレス的劇のようなものがダメということではないんじゃないかなというふうには思います。青木真也選手はプロレスで男色 D のさんとディープキスしたり、お尻の穴からエネルギーをもらうというね、あ、マルル電源などもやっていますしね。さすがにそこまではあれですけど、追悼といえどある程度バカバカしいのも私はいいと思っております。ただ平本蓮選手とか梅野源氏選手も出してほしいところですが、猪木さんもちろんゆかりの選手となりますのでね、私はそういう感じのやつなら意外とあり派ですね。あとそのジョビンさんのグラップリングマッチ見たことない人はもったいないですので、 URL 概要欄に貼らせていただきますので、ぜひそちらからどうぞ。続きましてこちらは柴田さんのクレベル小池選手の試合についてと、ブレイキングダウンのアウトサイダー勢が寒すぎるというタイトルの動画になります。まずクレベル小池選手については、120点の勝ち方でよく一緒に動画撮ろうよと誘われているので、このタイミングで撮ろうと思うと言っておりました。以前一度コラボしておりましたが、まだずっと関係が続いていたようです。そしてクレベル小池選手には、どうせなら年末ベラトールとの対抗でやってほしい、ピットブルは相性も悪いし苦戦すると思うがどこまで通用するか見てみたいと。そしてブレイキングダウンの再生数がすごいねと始まりまして、何でも今これは別口で聞いた話ですが、今 YouTube で一番再生取ってるのがブレイキングダウンみたいですよ。もう YouTube といえば朝倉未来選手のものみたいな勢いの派遣ありますからね。ガチンコを考えた人ほんとすごいですね。後にこんなに人気を取るコンテンツを実はあんな昔に作り出していたっていうね。で柴田さんは見ていないが、今の若い子にはああいうのが刺さるんだねとしまして、黒石くんとか他のメンバーが出てるみたいね。そしてそれを見てこもったようです。結局目立ちたいだけなんかい。アウトサイダーは総合格闘技がない時代に現れて、そこに出たら目立てるので、名前売りたいってやつが出てて、パンクラスシュートでちゃんとやりたい人らはそこには行かなくて、つまり目立ちたがり屋たちの集まりがそこだった。基本的にそこでチャンピオンになっても他団体には行かず、そこでドヤるというのが目的だった。出てったのはりょうくんくらいだった。りょうくんっていうのは過去朝倉未来選手と一度戦いノーコンテストになっているあのりょう選手のことですね。今パンクレスでやっていて、
今度田村一成選手と戦うことが発表されました。そして話戻りますと、柴田さん、アウトサイダーで油乗ってる時にはよその団体で試合をしなかったくせに、今度アウトサイダー以上に目立てる舞台があったらそっちに上がるって、どんだけ節操ないんだよ。どんだけ注目されたいね。圭之介とかもそうなんだけど、寒さがある。みんな朝倉未来に乗っかって有名になりたいってやつらに寒いぼたっちゃう。ちなみに実力で言うと、アウトサイダーの中後期ぐらいに、黒石ちょっと強くなったなって言われてるぐらいの時期があって、その時にスパーしたことあるんだけど、マジ雑魚だからね。ボクシングスパーで普通にボッコボコにした。圭之介もそうだが、アウトサイダーっていうアマチュアの大会で有名だったやつがレジェンドみたいな顔してるの寒いよね。その後ディープパンクラスって上がってる俺からすると気持ち悪いよね。お前らがやってるの格闘技じゃねえだろっていうね。でも楽しみたい人だけ楽しめばいいけどね。 UFC チャールズ・オリベイラ負けちゃったね。格闘技ガチ路線はガチ路線で盛り上がってますよ、というところで終了で。とはいうものの、今やっぱブレイキングダウンの勢いがすごくて、ライジンは一時期ほど熱を帯びてなくて、ガチ格闘技が好きな人の中にはブレイキングダウンをあまりよく思ってない人たちも多くて、しかしそこでまさかの柴田さんが旗頭になっていくっていうね。格闘技は本当に好きなんですよね。じゃないとあんなにずっと練習したり、プロのリングにも確かに上がったりもできないと思いますし、ただそれと並行していくつか今の世ではまだ理解されにくいね、性格も持っているようで。でも私この前竹原さんの YouTube に元ガチンコの人たちが数名出てて、軽い同窓会みたいのやってて、何気にぼーっと最後まで見ちゃったんで、こんな感じで今名前売った人たちもずっとなんだかんだで注目され続けるメンバーも出てくるんじゃないかとは思いましたね。あとブレイキングダウンの副題にちゃんと格闘技エンターテイメントって書いてあるのもチェックポイントですよね。こうやってとりあえず一文書いてありますんで、向こうからしたら文句つけられる筋合いはないぜって感じかもしれませんね。続きましてはこちら、本当に情報の消費が早い世の中ですね。こちらはまだやっとんかいと思う人も多いかもしれませんが、ごぼうの党奥の代表になりますね。先日確か18日だったかな、大阪市中央公会堂で講演会を開きまして、そこで明かされた新事実になります。メインの話は緊急事態条項を憲法に書き込まれないようにとの全国暗挙中の現在で、冒頭に私に対しての花束贈呈はやめてくださいねというつかみを入れつつ、少しメイウェザーのことについて触れてもいいですかと切り出して語った内容が、日本人を出しにしてお金儲けをする主催者側を批判し、その後この物語には後日談がありまして、メイウェザーに手紙を出したんですよと驚きの展開を告白。内容についてはメイウェザーが自分を格上と見せつけるためにわざと遅刻をしたり約束を守らなかったりしているのだろうが、日本では格上と見せつけたいならより謙虚にすべきと相手を諭すものだったようです。はい、この遅刻の理由がですね、自分を格上と見せつけるためと主観でありながらほぼ断定して考えているところが奥の代表っぽいですね。続きましてこちらは、武田浩二選手と原口明選手2人でのこれから帰路に着きますという福岡の空港からのインスタライブの模様になります。夕方5時半から、少しだけなんですが、まず本当は武田浩二選手違う技で決めるはずだった。原口明選手は試合後インタビューでも言ってましたが、次はバンタム級でやると。武田浩二選手入場の時ニヤニヤしていたのは楽しかったから。原口明選手今回の試合のこと記憶がないと言ってましたが、武田浩二選手曰く原口は3年前から記憶がありません。そして武田浩二選手曰く原口は彼女10人から11人になりました、かっこ笑いとのことです。仲良さそうでした。以上になります。そしてこちらは、太田忍選手がライジン39の勝敗予想動画の中で武田浩二選手のことを武田と言っていたら、そのコメント欄に謎に武田って呼び捨てなの草、武田って呼び捨てかよ、選手くらいつけろよ、武田笑い、武田選手の方が年下なのが驚きなどというものがたくさんつきまして、太田忍選手それに対して武田はレスリング時代からの後輩だから武田は武田だろと投稿して、そこに武田浩二選手本人も登場しまして、なんかすいません忍さんにこんなことを言わせるなよ武田と
コメントを残して、太田忍選手、それに対して、昨日1ラウンド一本勝ちのグッドバウト男、ハッシュタグ武田だろと返して、一般の方からそこに、お前もさっさと試合しろよとつけられまして、太田忍選手、それに対しては、それな、とつけて、このようなやり取りの一場面もありました。続きまして、こちらは昨日の夜1時半から始まった木下優作選手のインスタライブの模様になります。もう日曜日にはアメリカに行くと言ってまして、向こうではインスタライブやらないと言っていたので貴重なものになりますね。まず、クレベル小池選手強かった。対策してもあれは勝てないと思う。ショーン・オマリー選手 VS ピョートル・ヤン選手の判定はおかしい。ライジン VS ベラトールの対抗戦。メンバーは知らなかったが、やることは知っていた。特にどうも思わない。最近、肩固めできるようになった。でもまだ確実には決めれないレベル。ボルカノフスキー選手 VS マカチェフ選手はフィジカルさでさすがにマカチェフでしょう。髪の毛金髪ブリーチにしているが染めるときは痛い。中村凛也選手 VS 風間俊臣選手は中村凛也選手かな。ライジン見るときはペーパービューをちゃんと買って見ている。スダリオ剛選手強かった。ヤノス中華選手も強かったね。でもスダリオ選手言うてまだ若いし、今の感じだと世界で通用しそう。この間ライジンの会場見に行った時に、遠くで自分に対して手を振っている風の人がいて、自分にかと思い、俺？とその人に対してやったら、ノーノーと違うとやられて、隣にいるリクト君にだった。俺 UFC ファイターでまあまあすごいんだけど、俺のことを知らないっぽかったと。はい。そして岩崎正弘さんとグラップリングするとケチョンケチョンにされる。ダゲスタンが強いわけではなく、ダゲスタンの強いやつが集まってるだけだと思う。こないだ車乗ってて、隣からめっちゃ見てくる人がいたので窓を開けて、何ですか？と聞いてみたら、あ、どうも京口の姉ですと、京口博人選手のお姉ちゃんだったこともあったそうです。というところで以上になります。アメリカ遠征頑張ってきてください。続きまして、こちらは芦澤龍生選手のノーマスク運動ですね。まずですね、確か5日ぐらい前だったと思いますが、ほど前に結構な満員電車の中、スマホ自撮りで、こちらもまあまあ大きい声で、いつまでマスクつけてんの、いつまでマスクつけてんのと、周りの人も芦澤龍生選手と知らない人からしたら派手な兄ちゃん活動家が何かやってると思ったかもしれません。全員見てみるふりをしているという動画が、まず自身のインスタのストーリーにアップされまして、そしてその日の夜、今度はそこでノーマスク主張ライブなるものが始まりまして、まず先ほどと同様、いつまでマスクつけてんの、いつまでマスクつけてんの、マスクで顔隠して化粧しなくていいとか、もう恥ずかしくて撮れないとか言ってるやつら、それ絶対やめた方がいいよ。外すタイミングなくなるよ。しかも顔の筋肉とかもどうでもよくなるから、かっこ悪くなるよ。マスク取って自分に正直に生きた方がいい。マスクは昔奴隷につけさせていた。表情をわからないようにして、みんな同じ人間を作りたい。日本ってそうだかんな。今俺がこんなこと言ったって俺は何も得しない。俺は正しいことを言ってるだけ。みんなが少しだけ良くなってほしくて言ってるだけなのに、お前頭おかしいのかよとか言ってくるやついるけど、お前らがおかしい。学校の先生にマスクつけろって言われましたって言われたって俺のところに結構声が届くんだけど、学校の先生がそもそも奴隷だろ。じゃあ俺が学校の先生やってたら、俺のクラスだけつけなくていいっていう意味ないんだもんって言うね。そもそも体育座りとかも奴隷の座り方。日本の教育が間違っている。そんで俺がまた間違ってるって言われんだろ。なんで俺が正しいこと言ってんのにおかしいやつにならなきゃいけないの。俺マスクつけずに電車とか乗るけど、すごい寒い目で見られる。でもなんとも思わない。で、携帯見とけ。暇つぶしに携帯見てるようなやつらに寒い目で見られようがうるせえバカって話、わかる？あと俺から言わせれば、マスクつけるならお前たちはコンドームをつけろ。来年エイズが流行るぞ。俺予言しとく。来年エイズが流行る。だから日本人はコロナとかガンとかエイズとかになって一生医療費をむしり取ろうとしてるだけです。日本ってお金全然ないけど、
そういうところだったらお金操れるからな。食べ物もそうだし、薬もそう。だから流行ってる食べ物食べない方がいいんじゃない？ナチュラルが一番いい。俺はビーガンをおすすめする。俺は肉は食わない。ずっと食ってない。鶏肉はバカ。鶏はバカだから3年ぐらい前から食わなくなった。調子いい。ああ、こいつまた都市伝説みたいなことを言ってんなって片付けるかもしれないが、これは都市伝説じゃない。お前ら現実から目を背けて自分の幸せなことをやってるだけじゃん。幸せでもねえのに。幸せでもねえのにな。かっこ笑い。そんなやつは負の連鎖だから、ずっと落ちていくだけ。みんなやってるからこうとか、頭使わない方が楽じゃん。でもそうじゃないぞ。死ぬぞ。コロピーされるぞ。お金とかいくらあっても病気になったら最終そんなのいらないから治してくださいってなるだろ。それを回避するにはしっかり考えなきゃいけない。マジで。俺マスクしてないだけですれ違ったおばさんに顔を背けられたりするけど、は？それ差別じゃん。だから結局 Google とかに書いてあることも妄想で。とですね、このように続いていきまして、しかしそれからしばらくしてビーガンと言っておりましたが、玉ねぎと豚肉をフライパンで炒めている動画が上がりまして、まあ、これだけなので自分で食べたのか分かりませんし、たまには食べると言っていたのでそれかもしれませんけど、そして電車でのいつまでマスクつけてんののラップに関しまして、昨日新しく動画が上がりまして、そこにはこれは俺だから成立している、お前らは真似するな、特にこれを複数人でやるなんてそれは間違ってる、俺は一人でぶちかましている、本気で伝えたいことがあるなら一人でやって伝えろと、多少注意喚起のようなものも入りました。アップされました。どう捉えましたでしょうか。そしてこちらはこの間の UFC280 の後、ケージ際でカムザット・チマエフ選手とヌルマゴメドフ選手の軍団が押し合いになり騒動になったという件で、その後ヌルマゴメドフ選手が音頭を取り、そこにカムザット・チマエフ選手も参加し、手打ち式のようなものが行われたようです。なのでカムザット・チマエフ選手、こことの VS 関係はなくなりました。他にはまだいっぱい残ってるけど。そしてこちらは元120円 J リーガーのアビコ・タカマサ選手、初の海外遠征スイスでの試合が行われまして、対戦相手はここまで4戦して2勝2敗の25歳の若手。1ラウンドにダウンを奪われるも、2ラウンド3ラウンドアビコ選手有利に進め、3ラウンドではダウンも奪い返し、判定はドローという結果になりました。リングマイクでは勝てなかった、でもダウンを取り返しました。最初様子を見すぎて得意の飛び込んだ瞬間にパンチをもらってしまいました。2ラウンド以降思いっきり行ってしっかり膝が入り始めて、やってきた練習通りのことができたと。ジムの代表小比類巻孝之さんは、興奮する試合だった、1ラウンド8対10で負け、2ラウンド10対9で勝ち、3ラウンド10対8で勝ち、結果28対27勝ちかなと思いましたが、海外ではもっと分かりやすい勝ち方をしないといけないですね。プロとしての試合ができたこと良かったと思いますと。アビコ・タカマサ選手はそれを引用リツイートして、ダウンされてからの戦い方が初めてでしたが、会長からのアドバイスで一気に覚醒できました。アビコスタイルを確立させて、また一つ違う自分を見せていきたいと思います。スイスで戦えて本当に良かったです。ありがとうございます。と投稿しております。そしてこちらは元クラッシュチャンピオン、松岡力選手。ツイッターで、3日前にトラックに轢かれて腰が重傷。俺じゃなかったら死んでるぞと、何かあったよというか、まあ、トラックに轢かれてしまったようです。心配ですね。そしてこちら朗報になります。ノックアウトプロデューサー、宮田充さんのツイートで、10月1日から東京 MX で毎週土曜日夜9時にレギュラー放送中のノックアウトスタイル、これ関東ローカルなので見れない人も多かったと思いますが、なんと10月22日放映のシャープ4から番組終了直後の21時30分に YouTube で公開されるスタイルだったようです。まずはシャープ4、大食いから気軽にどうぞということですので、私もこれなんだかんだで見れていなかったので、これ大変見やすくなりましたね。楽しみにさせていただきます。はい、というわけで本日は以上となります。これからですね、面白いコメントなどありましたらここで紹介させていただくというコーナーもやっていこうと思いまして、流行る第1回目となる今回はこちらからになります。昨日ライジン39の試合後の選手らの反応まとめ動画やらせてもらったんですが、なんとそこについたコメントの9割が梅野源氏選手に対するものでして、人気ありすぎるでしょう。
まずこちらからになります。どういったコメントかと言いますと、梅野源氏選手の一撃で倒すローキックがやばいだろうとか呼ばれてて、ちょっとウケましたと。はい、やばいだろう、ちょっとじゃないよね、爆笑ですね。他には梅野さん、試合後のインタビューで学びました、学ばせてやるよってよく言っていたのは、入場の際に源八先生って言われていたのを意識しての発言だと思います。自己プロデュース力めちゃくちゃ高くてびっくりしますよね。キックはもういいかなって思ってたけど、今回見せなかった肘ありの源八先生見たくなりました。ベビ梅になっちゃいましたと。結構説教臭いところもあるので、それを受けての金八先生からの源八先生なんだと思います。はい、あとはですね、やはり梅野の大会になったか、もう誰も止められないなというものもありました。やはりってなんだよ、やはりっていうね。ちなみに滝沢健太選手も、俺はまだまだベビ梅だ、今日もコツコツと昨日ツイートしております。はい、なんかキャラクターが面白くて、試合もここまで楽しみになるファイターっていうのもケウなんじゃないでしょうか。やっぱムエタイではガチトップファイターっていうのも、口だけで試合はつまらんとかならずに文句のつけようがないところもいいですよね。もう昔ジャンプの後ろにあった読者からの投稿で構成されているジャンプ放送局みたいに、次々向こうから面白いものが集まってくる状態になっておりますね。あとね、梅野源氏って本当は世界一つまらないのに、なぜかめちゃめちゃ面白いというのがありまして、これはなんかちょっと芯食ってる気もしましたね。本当とぼけてるところが面白くて、いわゆるお笑い芸人の人たちがやってる方向からのものでは全くないですもんね。あと格闘技が基盤なので、緊張と緩和の下地がすでに整っているっていうのもいいですね。梅野源氏選手の面白さがどこから来ているのかっていうのが解明できている方、その一端でもいいですので、お持ちの方はぜひコメント欄にて教えてください。はい、これについてはまあ話が尽きないので、このあたりで切り上げさせていただくとしまして、本日も30分お付き合いいただいた方は、最後にライクボタンよろしくお願いいたします。久しく押してない人は知らないと思いますが、今押すとちょっと跳ね上がったり、色がついたり、反応があるような仕様に変わっておりますので、ぜひやってみてください。また聞いてね。